ポルタ・ベスト・ファーリカは、ドイツ連邦共和国ノルト・ライン・ベスト・ファーレン州、デトモルト行政管区のミンイコールルベッケ軍に属す、市である。人口約3万7千人の中規模の都市で、ノルト・ベスト・ファーレン州の北東部、ミンデンとビーレフェルトとの間にあたるオスト・ベスト・ファーレン・リッペ、地方に位置する。現在の地域への入植は1019年に、最初の文献記録が存在する。 現在の市は1973年2 5の市町村が合併して成立した。1973年に住民投票で選ばれた新しい市名はベーザー側がビーエン産地とベーザー産地との間を突破する渓谷ポルタ・ベスト・ファーリカに由来する。ポルタ・ベスト・ファーリカ市はノルトライン・ベスト・ファーレン州の北西部ミンイコール・リベッケ軍南部の 名前の由来ともなったポルタ・ベスト・ファー・リカに面している。ポルタ・ベスト・ファー・リカは、ノルト・ベスト・ファー・練習の自治体では、ベータース・ハーゲン以外で唯一ベーザー・川東岸に、広い土地を有している。ポルタ・ベスト・ファー・リカは南から来たベーザー側が、ベーザー山地及びビーエン山地を突破する渓谷である。これらの山地は、地域内を東西に、200メートルから300メートルをわずかに超える頂きを、 連ねている。地域はビーエン山地及びベーザー山地の南北、ベーザー川の東西にまたがって広がる。山地の南側の地域はグローサーベーザー暴言に面している。ベーザー暴言沿いには多くの大きな湖がある。ベーザー川は地域南部でかなりの区間にわたって西と南の市境をなしている。自然環境上の区分では地域は中引く山地から 北ドイツ定地への移行部にあたる。北ドイツ定地にあたる部分の地域は、ベーザー川中流域渓谷の両岸地域であり、民間地方に含まれる。南部のベーザー川上流域とは、離れた緩やかな丘陵地は、部分的にラーフェンスベルガー丘陵地に分類される。最寄りの大都市には、ビーレフェルト、オスナブリュック、ハノーファーがある。地域の広さは、 約105平方キロメートルで南北軸の長さは約9キロメートルである。東西軸の最大値は約14キロメートルである。最高地点は地域東部ニーダーザクセン州との宗教場ベーザー山地のパーペンブリンクで海抜303メートルである。最低地点はネーゼン付近のベーザー渓谷で海抜は約39メートルである。 地域は主に農業に利用されており、ひなびた様子である。森林は、基本的には、ビーエン産地とベーザー産地だけである。ミンデンダー・フェンスベルク地方の中では、比較的森林が多い自治体であるが、周平均よりは明らかに低地である。土地利用の概要を、以下の表に示す。出展、ノルト・ベスト・ファー・レーン州データ管理、統計局ポルタ・ベスト・ファー・リカは西から時計回りに、 以下の市町村と境を接する。バート・エーンハウゼン、ミンデン・ビュッケブルク、リンテルン、ヘルフォルト軍、フロートリッペ軍かレターる。ポルタ・ベスト・ファーリカの基本条例3によれば、同市の15の宿は、複数の集落にまたがる問題を取り上げ、解決するための8つの地区委員会を構成する。ポルタ・ベスト・ファーリカの機構は、中央ヨーロッパの海洋性機構と、 大陸性気候との移行部にあたることや、南部はラーフェンスベルガーボン地に、北部はミンデナーラント地方に位置する地域環境に支配されている。この地域は基本的には海洋性気候なのだが、時折大陸性気候の影響を受ける。冬は大西洋の影響により比較的穏やかで、夏はほどほどの暑さであり、降水は年間を通じて平均的である。 年間平均気温は約摂氏8.5度だが、これには高度が影響する。ビエン産地やベーザー産地の高地ではこれよりも摂氏0.5度低い。降水量は盆地という地形の影響でそれほど多くはない。トイトブルクの森、エッケ産地、リッパー産地がラーフェンスベルガー盆地を大西洋から湿った空気を運んでくる南西の風からこの町を守っている。 平均年間降水量は約750ミリメートルである。北ドイツ低地に位置する地域の降水はこれよりも少なく年間降水量は約700ミリメートル程度である。両側の山地に挟まれたベーザー川が流れる狭い渓谷がポルタベストファーリカの由来である。2008年にバルクハウゼン区からローマ時代の石臼、硬貨、鉛炉、 衣服のバックルの一部が発掘された。これらは、紀元1世紀のものと同定された。このことから、ポルタ・ベスト・ファー・リカのローマ人地は、ウアルスがそこから戦いに向かった夏の人地であったと推定されている。また、16年に、ゲルマニクスの場合も、ベーザー側の渡し場である、この地でベーザー側の戦いが行われた可能性がある。ただし、これらの古い出土品について、 最終的な解釈はまだ確定していない。また、ラテン語の使命はもっと遅くになって初めて現れるものであり、ローマ人入植地が存在した証拠にはなり得ない。ポルタ・ベスト・ファー・リカという名は、貴族の間でラテン語とフランス語を話すことが流行した18世紀になってから付けられたものである。ポルタ・ベスト・ファー・リカは、ベーザー産地とビーエン産地との間のベーザー側の 警告を指した。ポルタ・ベスト・ファー・アリカは1973年に使命として採用された。最初の永続的な定住地はおそらくザクセン時代に建設されたと推定されている。この町の集落の中で知られている最初の入植地は1996年の文献に記録されているシャルクスブルクである。この地は当時ベルゲ家の所領であった。 ベルゲ家は1397年まで民伝司教の大関係を行使した。シャルクスブルクこの地域の重要な行政都市に成長した。これを中心としてその周囲に発展し、現在のポルタベストファーリカの中心部を形成した。1353年にはハウスツーベルゲと呼ばれる城に住む上司としても記録が現れる。この頃、周囲の集落は城の名にちなんで、 ハウスベルゲと呼ばれるようになった。1618年に市場開催権、1720年に都市権は授けられた。この町は主要交通路の両側に位置し、ゆっくりと発展していった。1648年に民伝交梁としてブランデンブルクプロイ占領となったが、ユーベルンシティーク、ベルク・ウントブルーフ、ゴーフェルト、ラントベールの大干渉を統合。このアムトは、 現在のポルタ・ベスト・ファー・リカ、民伝ンン、バート・エーンハウゼン、レーネ、フロー島といった都市のそれぞれ全域、または一部を包含していた。民伝・ラー・フェンスベルクの創設や、軍の概念の導入によって、アムトの重要性は低下したものの、その後もアムト・ハウスベルゲは、民伝綱領が廃止されるまで存続した。ポルタ・ベスト・ファー・リカは、何、世紀にもわたって、 アムト・ハウスベルゲの本部所在地であり続けた。1806年、この地域はナポレオン統治下のフランス領となった。現在のポルタ・ベストファーリカの地域は、1807年に、事実上フランスの衛星国であった、ベストファーレン王国に編入され、最初はベーザー県民伝地区に属した。ベーザーカワウアンの集落は関東ンンハウスベルゲに統合された。 ベーザー・川ワサのバルクハウゼンだけは関東、ハッテンハウゼンの一部となった。1810年にバルクハウゼンはフランスの直接統治下領に移された。バルクハウゼンはこれ以後関東イコール民に属するユツンの一部とされた。現在の地域の大部分に相当するベーザー、カワウガン側はベストファーレン王国に残された。この地域はライネ県に編入された。 ハウスベルゲの大きな飛躍は19世紀のケルン、民電鉄道会社による本線建設によってもたらされた。1864年に現在の市域内で最初のベーザー川を渡る橋が架けられた。1896年にはこの町の象徴的建造物であるカイザービルヘルム記念碑が建立された。1972年10月2日からの市町村再編では、 1973年1月1日に5の市町村が合併し、公式にポルタベストファーリカと名付けられた。これにより、この概念は単なる地域名ではなく、都市名となったのである。旧アムト本部所在地のハウスベルゲは、市議会や行政機関の所在地となり、1978年から1988年に、都市の中止として開発がなされた。民伝市協領が、 プロテスタントの協議を受け入れて、以後、遅くとも世俗化され、プロテスタントのプロイセン地下の民伝講領となった1648年から、この町は主にプロテスタント、ルター派の町である。信仰をことにする少数派の人々は、第二次世界大戦以後の国内移動、東欧からの遅れてきたイミニア南欧の出稼ぎ労働者の流入によるものである。この町の宗教分布を示す。 間接的な数値として、市内の学生に対する宗教調査結果がある。これによれば、約70%がプロテスタント、6%がカトリック、2%がイスラム教の信者であった。11%がその他の宗教を信仰しており、11%が無宗教であった。現在のポルタ・ベスト・ファーリカ市は、1972年10月24日の、 ビーレフェルトポーに基づき、1973年1月1日に成立した。民伝軍のアムト、ハウスベルネアンデアポルタに属していた16の市町村中14市町村が合併したのである。残る2つの自治体は別の市に編入された。ウッフェルンはヘルフォルト軍、フロートの宿となり、マイセンは民伝に併合された。このに同じ時に廃止されたアムトディンに、 属していたバルクハウゼンがポルタ・ベスト・ファー・リカに編入された。これら15の旧市町村は現在、ポルタ・ベスト・ファー・リカ市の市区を形成している。1973年1月1日以降、新たな市域の変更はない。歴代市長は以下の通り、ポルタ・ベスト・ファー・リカの市議会は40議席からなる。 ポルタ・ベスト・ファーリーカ氏の旗ポルタ・ベスト・ファーリカ氏は1973年11月12日にデトモルト行政官区長官の文書により紋章の使用権を授与された図柄は基本条例にによると以下の通りである。強壁上の分割線で赤字と銀字に上下に分割。上部は3本の銀の強壁をいただいた等。下部は 横帯状に広げられた金の軸を持つ赤い鷲の翼。この紋章の下部は1939年に定められたハウスベルゲ氏の紋章から取られたものである。翼の衣装はさらにハウスベルゲ近郊のシャルクスブルク城を本拠としたベルゲ家の紋章に由来する。紋章の赤い背景は現在の地域が何世紀にもわたって所属した民伝公領及び 民伝子協力を表している。旗は、長辺方向沿いに、赤と白に塗り分けられ、中央旗座およりに、死の紋章が描かれている。ゲーテ野外、ステージバルクハウゼンの救済石上跡の、カイザービルヘルム記念碑に隣接して、ゲーテ野外ステージがある。夏季になると一般向けや子供向けの演劇作品が、上演される。また、 ホルタ・ベストファーリカ私立ギムナジウムの演劇 AG は毎年南部学校センターで作品を上演している。芸術グループスペクタケラはクライネンブレーメンの劇場シュペイクシュペイクで小演劇や即興劇を上演している。鉱山と地質学の博物館は1995年から開館している。クライネンブレーメンの鉱山の一部には100年を超える。 鉄鉱石採取の歴史に関わる品が展示されている。市の音楽学校は音楽教育、専門教育、保護育成に利用されている。3歳までの子供には無地育がルる点、3歳から6歳までは音楽早期教育コースが用意されている。基礎家庭学校の児童には音楽基礎教育が施され、その後インストゥルメンテンカルセルでいくつかの楽器を試し、 練習することができる。その上、いくつかの楽器に関する授業を受けることもできる。歌のサークルとしては、児童合唱サークルが一つ、合唱団が二つ、男性合唱サークルが三つある。カイザービルヘルム記念碑市域内に含まれる、ビッテキンツベルクにカイザービルヘルム記念碑がある。ハウスベルゲック中心部の旧市街やクライネンブレーメン、区の観光鉱山も見どころである。 クライネンブレーメンクは、ヤーコプスベルクの麓、アウトバーン A2 号線に面している。ヤーコプスベルクには高さ142メートルの展望台付き通信塔がある。ビッテキンツブルク城は BN 山地の尾根の上にある。この城は10世紀に建設され、現在はカフェやレストランとして利用されている。城市には、旧十字架協会の組織もある。 最も古い入植地の避難場所や跡は、ローマ時代以前、紀元前3世紀から、紀元前1世紀に遡るものである。ポルタベストファーリカには、ベーザー川と平行に、長さ約 1.7km のトンネルが通っている。2002年12月6日に完成したこのトンネルは、バルクハウゼン区を通り抜ける車両を通している。背後の森に覆われた丘陵が、 ナンマー・ラーガー・ポルタ・ベスト・ファー・リカには様々異なる保護目的で指定された16の自然保護地区がある。最大のものは広さ111.7ヘクタールのビッテキンツベルクでポルタ・ベスト・ファー・リカとバート・エーンハウゼントにまたがっている。紅葉樹林を抜ける森の象形は森林環境学、自然保護、考古学、歴史、地質学といったカテゴリ別に周辺地区へ伸びている。 この地域には、ワシミミズクやマツテンが生息している。ナンマーラーガーは、広さ74.10ヘクタールのナンマークリッペン、自然保護地区に囲まれている。ここには、戦死時代からの埋蔵文化財、紀元前300年から紀元前100年頃の,の環状壁跡がある。この他には、それぞれ約50ヘクタールほどの広さのアウフデムシュプレンゲル、 ヘーラーフェルとモッテがある。これらは古い採石場でかつて掘った後の池や跡地がある。約60のクラブがポルタベストファーリカのスポーツ生活を演出している。その多くは市のスポーツ連盟に加盟している。市内には4つの大きな体育館と多くの小単位区間があり、利用されている。また、屋内、屋外プールもある。一般的に広く普及している。 スポーツ種目の他に、ハンググライダークラブ、スポーツ飛行サークル、ヨットサークルや様々なウォータースポーツのサークルがある。毎年聖霊降臨祭の月曜日は、ポルタフェストウンテルムカイザーの日である。カイザービルヘルム記念日前で行われる、この時代祭では、近くの地域のみならず、外国からの民族舞踊団や民族衣装舞踊団も参加する。9月の第2週末には、 ハウスベルゲックの中心部で一祭りが行われる。のみの市が開催され、ミュージシャンがライブパフォーマンスを繰り広げる。アドベントの第一週末にはハウスベルゲックでクリスマスマーケットが開催される。さらに11の射撃クラブが参加する射撃祭も開催される。クローサー・ベーザー・ボーゲン・ポルタ・ベスト・ファーリカには EON が運営する石炭火力発電所。 ジェメインシャフフェツクラフトワークベイザーがある。2006年1月6日以降、この発電所ではゴミも焼却されている。ポルタベストファーリカや周辺市町村に住むかなりの数の住民たちがゴミ焼却に対する反対運動を行っている。レジャー施設のグローサーベイザー暴言は自然と水に囲まれた美しいキャンプ場であり、水浴場である。キャンプ場は年中オープンしている。 ポルタ・ベスト・ファーリカ駅ポルタ・ベスト・ファーリカ飛行場ポルタ、ベスト・ファーリカのフェンネベックには小型飛行機用のポルタ・ベスト・ファーリカ飛行場がある。最寄りの国際空港は約 70km 離れたハノーファー空港である。この町はアウトバーン A2 号線及び鉄道ハノーファー、アムステルダム線及びハノーファー・ケルン線の沿線に位置する。ポルタ・ベスト・ファーリカ駅は 鉄道ハム民電線の駅である。この駅には、デュッセルドルフ・ビーレフェルト・ケルンを結ぶ、レギオナル・エクスプレスやビーレフェルト、ライネオスナブルック・ハノーファー・ブラウンシュ、民電行きのバスに接続する。この町は、オスト・ベスト・ファーレン・リッペ交通連盟に加盟している。デンハークからマズーレンに至るヨーロッパ広域遊歩道、E11 号線がこの町を通っている。ポルタベスト・ファーリカは、 ベストファーレンブラッドのミンイコールルベッケ軍版のサービス地域内に位置している。また、ミンデナーターゲブラッドの予約定期購読も可能である。放送では、ミンイコールルベッケ軍を対象とするローカルラジオ放送ラジオベストファーリカのサービス地域に含まれている。ラジオベストファーリカは、ノルトラインベストファーレンローカルラジオ放送グループに加盟している。 ポルタ・ベスト・ファーリカ消防団は、市内に専用の火災、救難ステーションを有している。地域は4つの防火地域に分けられ、各市区に15の消火グループが配備されている。ハウス・ベルゲ区には、市立図書館の本館がある。この図書館は、家族用の図書館として構想された。子ども図書館は、レルベックの文館にある。総収蔵数は、約2万7000点で、 書籍だけでなく、このうちの約10%が CD ロムや音声ブックなどである。ワイルゼチャルファツビトリエーブデアスタットポルタウェストファリカは、汚水処理、ゴミ処理、道路整備、緑地整備、河川、故障整備、墓地管理といった市の業務を受け負う自宅機関である。市は10校の基礎家庭学校を運営している。この他に、本家庭学校、実家学校、総合学校、 ギムナジウムがそれぞれ1校ある。成人教育のための市民大学は隣接する民連のものが利用できる。さらに、ポルタ・ベスト・ファーリカでは、マルケイという進学・教育学セミナーが開催されている。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。